はいどうも皆さんこんばんは、よみです。今回は公式サイトでね、ゲームの最新状況というか、あの、今後のロードマップ的なことが、ね、発表されていたので、ちょっとそれをまとめて紹介していこうかなと思います。まず、まあ要点としては、ケイト・ビショップいつ来るのか、今後のマルチエンドコンテンツ、タキオンの叫びよりさらに高難易度なミッションの実装はいつ来るのかとか、そういうのがいろいろ発表されているので、 早速見ていきたいと思いますユーザーの皆様へで多くのユーザーがマーベラアベンジャーズを楽しお楽しみいただきキャンペーン部分のリアッセンブルに登場するカマラカハンを愛しアイコニックなスーパーヒーローを思い通りにカスタマイズそして協力プレイでフレンドと一緒にオーゾーンの戦略を発見する様子を拝見し非常に嬉しく思いますアベンジャーズのロンチーは 順風満帆なものではありませんでした。またいくつかの問題により、本作を十分にお楽しみいただけなかったことも認識していますと。クリスタル・ダイナミックスが目指す高水準に満た,満たなかったことに対し深くお詫び申し上げますということで。このアベンジャーズ、一度発売日が延期になって、9月5日だっけ発売日になったんですけど、 まああの某ウイルスのせいとかいろいろなあの開発に影響があるその事件がいろいろ発生し、まあ、こういう形バグが多い形で発売されることになってしまったということなんじゃないかなと個人的に思っていますでこの状態でなぜ発売しないといけなかったかっていう、まあ、個人的な理由、あの考察というか やっぱりスクエアエニックスとマーベルとのそのタイアップでやるゲームだったのでまあ大企業と大企業で発売日これ以上延期することができなかったんじゃないかなっていうのが個人的に一番でかいんじゃないかなと思いますまあそんなことは置いといて開発チームは数週間におけてバグ修正ゲームプレイのシステムの調整に専念しましたでフィードバックのおかげでここまで来たっていうことでみんなに色々プレゼントが来てます 感謝の気持ちを込めてということで、なんとこちらが全部もらえますね。えっと、クレジット1500、ユニット7000、アップグレードモジュール250個、DNA キー20枚、で、サラ・ガーザのネームプレート、本当にあなたって最高よ、本当にあなたって最高よっていうのをレンダ呼あする、あの、女の子がいるんですけど、そのキャラクターのプレートがもらえるみたいですね。 で、ネームプレートの下にあなたが本当に最高だからって書いてありますけど、それもう何回も聞いたって感じですね。で、配布されるのは10月23日の午前2時です。まあ、金曜日の午前2時、日付、週間のミッションが変わる頃ですね。で、11月6日まで、11月6日の午前2時まで配信されるので、それまでにログインしてゲットしてください。で、この1500クレジットっていうのは、実はマーケットプライスで 有料のスキンを1個変える相当に値するんですよね。一応1400で変えるので、1つ変えるということですね。そしてユニット7000というのは結構でかくて、レジェンドのユニットとリソースでギアベンダーのとこに行けば交換もできたり、あとアップグレードモジュールは130以上のギアを強化する際に使えるので、250個もあれば、まあ、140にできるかなって感じですね。 DNA キーというのは、まあ、保管庫のミッションで出てくる青い箱。これを開ける際に必要なんですが、これ 1, 1個ぐらいかな ?2 個ぐらいかなを消費して、その宝箱を開けることでアップグレードモジュールとかリソースをゲットすることができるんですが、それも配布されているということですね。なかなか嬉しい内容になっています。まあ、これはみんなのフィードバックのおかげで、ここまでバグが減ったんでありがとうっていう気持ちを込めて開発が送ってくれるものなので嬉しいですね。 この後が結構重要でですね、アベンジャーズが私たちユーザーの皆様が理想とするスーパーヒーローのゲームにあるように励んで参ります。今後数週間、数ヶ月、数年にかけてマーベルの DNA に満ちた新ストーリー、人気のスーパーヒーローやスーパーヴィランのデビューはもちろん、新マップやギア、そして後ほど詳しく説明するオ,オメガレベルの機器で マルチプレイの新体験を提供しますと。このオメガレベルの危機器っていうのが、今、タキオンの裂け目っていう、あの、マルチプレイのエンドコンテンツが出たんですが、正直ね、チャレンジ2で遊べる難易度のものになっていて、そこまでエンドコンテンツではあるものの、難易度は高くないんですよね。なので、真のエンドコンテンツ、マルチプレイのエンドコンテンツが、まあ、数週間後にやってくるということですね。 ちなみに、タケオンの裂け目というのは、あの、このタケ、タキオンの裂け目、脱獄というものをクリアすると、日替わりで、このタケオンの裂け目、なんたらなんたらっていうのが出てきます。で、これは、ファクションミッションだったり、アイコニックミッションだったり、まあ、他の色々なミッションをタケオンの裂け目バージョンにしたミッションになってます。なので、内容は一緒ですね。なので、ね、この、 黒雲の出現っていうのは、えー、っと、ブラックウィドウのミッションなんですよね。ブラックウィドウのタキオンの裂け目バージョンのミッションになっているので、内容は一緒です。ただ、内容は一緒なんですが、時間制限があってちょっと大変だったりします。時空の裂け目に通って時間を増やして戦っていくって感じの なってま,すまあこれがマルチプレイのエンドコンテンツなんですがさらに上があるということでね見ていきましょうまず今後の仕様改善についてこんな感じで来るよっていうのが記されていますでまずはピンシステムこれ結構嬉しいことで目標やリソース中回復後部入ってる箱や敵をマークできるシステムっていうのが導入されるとで AI に特定のドアを破壊 またはハッキング、もしくは特定の敵を優先的に倒すなどの指示が出せるようになると。まあ、今までちょっと立ち往生してた AI とか味方とかいたんですけど、CPU のね。そういうのがなくなるんじゃないかなっていうのが期待できますね。で、リアッセンブルのキャンペーンの再プレイ。これができるようになるっていうことが、個人的に嬉しいですね。スーパーヒーローのレベルやギアが維持した状態で再プレイできるということで。 これなかなか楽しみです。バグが多かったストーリーをもう一度楽しめるのは、バグが修正された状態でね、楽しめるのは結構いいんじゃないかなと思います。で、コントラスト、テキスト背景モード。テキストの背景を暗くすること。まあ、視認性の向上って感じですね。ヒーローアイコンの表示。スーパーヒーローの頭上,上に表示されるアイコンをデフォルトマシン。もしくはダイナミック表示に調整できるオプション。あと、ミッション報酬の説明を改善と。 で説明書きをより分かりやすくすることで、プレイヤーは戦略的にミッションを選ぶことができ、特定のギアやリソースが探しやすくなります。まあ、個人的に、まあ、もうちょっとマイナスチャージとプラスチャージの属性のことね、違うところで説明してほしいですね。で画面外の敵、遠距離の敵が繰り出す攻撃のインジケーター。今の敵の攻撃って、画面から外れてる敵って、 まあ、視界に入ってない敵の攻撃っていうのが、まあ、見えないんですよね。まあ、それが改善されるということですね。で、改善箇所についてはこんな感じです。パフォーマンス安定性とマルチプレイマッチングと。まあ、こんな感じでいろいろ改善されていくということですね。で、マッチメイキングもさらに早くなって、クイックマッチ機能で何か報酬を与えるとかなんかいろいろ策が検討されているということで。 楽しみですねで次に報酬なんですが開発の方々はあのー、報酬は費やした時間に相当する内容でなければならないというかをふうに考えていて近日配信予定のエイムのクローンラボこれはオメガレベルの危機器、まあ、要はエンドコンテンツの第1弾ですねでこれを最初にクリアした時には必ずエキゾチックアイテムを落とし1個もクリア時に一定の確率でエキゾチックアイテムを獲得できるような仕様になっているって形ですね で、まあ、このミッションはかなり難しいよっていう話です。まあ、エキゾチックなアイテムはより強くなって、まあ、チューニングとかいろいろされて調整されていくので、まあ、プレイヤーが文句言えば改善してくれるよって話ですね。で、ゲームを終盤を呼び本編終了後のコンテンツと、まあ、ローンチは始まりに過ぎません。既存のコンテンツの改良,改良をほ施し、 新しいミッションの種類やキャラクターマップが今後追加されることにより緊迫感がより一層高まりますと。まあ、ハイブ。メガハイブはマルチプレイオプションを追加してほしいとのご要望をいただいてますが、今後数ヶ月にかけて実装を行うか予定ですと。まあ、実装もちゃんと予定はしてるよっていうのは嬉しいですね。でタキオンのミッションシールドサブステーション0。まあ、これはアップデートで追加された新しい基地ですね。で、サブステーションゼロで 新キャラに会えるようになりますと。で、タキオンの裂け目ですね。タキオンの裂け目は新しいエンドコンテンツで結構、まあ時間の制限があって戦いに夢中になってるとやばいっていう感じですね。で、一応エキゾチックギアももらえるみたいです。で、コズミックギアっていうのはこのタキオンの裂け目でゲットできまして、まあ、コズミックの属性がついてるものがゲットできます。で、次にオメガレベルの危機器ですね。今後数週間以内に 新しいミッションタイプ、オメガレベルの機器が追加されますと。その第1弾というのがさっきのエイムのクローンラボっていうものですね。これなかなか相当難しいらしくて、オメガレベルの機器はゲーム終盤に登場するチャレンジ性の高いコンテンツです。で、オメガレベルの機器はレイド化という質問があったんですけど、で、その質問に対してはマルチプレイに重点を置き、かつ難易度が高いものとしてスーパーヒーロー に立ちはだかるもので、まあ、戦略とかいろいろ重要になってくる、まあ、チ,ームチームワークも重要になってくる超高難易度ミッションになってるんじゃないかなと思いますでラボの最後に大がかりな戦いが待ち構えていると、まあ、どんな戦いなんでしょうねでこの戦いは事前の目標の達成具合によって内容が変わりますで実際にプレイしてからのお楽しみということで詳細は楽しみに待っておきましょう で、このクローンラボ、まあ、オメガレベルの危機、含めてだと思うんですけど、で、このクローンラボは、土曜日の午前2時から、翌週の月曜日の午前2時まで開催されると。で、リプレイ自体は可能。で、他のゲーム終盤コンテンツと同様に、初回クリア時の報酬は、いいものが手に入る。エキゾチックが確定で手に入る。ような形になってるんじゃないかなと思います。で、あと、その、 初回クリア以降は、まあ、エキゾジックも入手できるよっていう形のなミッションになってるみたいですね。で、こっからがマーベル・アベンジャーズのこれからのお話ということで、まあ、今後もね、定期的なパッチ配信予定しているということで、ケイト・ビショップいつ来るのかっていうことなんですが、10月以降に配信することを決定しましたって書いてあるんですよ。で、この10月以降っていうのは、 ま、日本語だと、まあ、日本語の意味だと含むんですけど、10月も含んで、10月以降っていうことなんですけど、原文を見てみると、アウトオブ・オクトーバーって書いてあったんですよね。なので、もしかしたら、10月ワンチャン来るかもしれないし、来ないかもしれない。ま、あ来週ですね。来週の金曜日にもしかしたら来るかもしれないし、ま、あ11月になっちゃうのかもしれません。まあ、ケイト・ビショップ、楽しみですね。どんなスキルを持っているのか。で、ケイト・ビショップの、 アップデートが来たらストーリーの続きが展開されていくということですね。ケイト・ビショップ、エイムを狙えっていうミッションが新しくミッションで追加されてそこからストーリーが始まっていくそういう風なアップデート、まあ、キャラクターの追加 DLC、DLC というかアップデートですねになってるみたいですそして、まあ、ここの文を見ていただけるととても重要なことが書いてあって2021年の初頭 アベンジャーイニシアティブ内で新ヒーローマップストーリーが追加され、今までで一番大きいアップデートになります。まあ新ヒーローマップストーリーっていうのは、どういったものなのかっていうのはちょっと気になるんですけど、まあ、ヒーローを収集さ,れさせていく、まあアッセンブルさせていくんじゃないかなっていう期待をしてるんですけど、まあどうなんですかね。まあここにキャプテンマーベルがいて、ここにブラックパンサーがいて、 一気に仲間を収集していくストーリーみたいなね、そういうのもあったら面白そうだなと思います。で、えっと、さらに次世代機のことも話されていて、PlayStation 5と Xbox シリーズ X、あと S のロンチ、まあ次世代機版なんですが、これは来年に延期されるということで、まあ、パフォーマンスの向上のために延期が決定したということで、まあ、パフォーマンス改善されて、 2021年には、まず、万全の状態で PS5 版ができるんじゃないかなと思いますね。で、次世代機でもこの現行の PS4 版を遊べたりすることができて、その、次世代機の特有の処理能力だったり、ロード時間、これが反映されると。PS5 でこのアベンジャーズ PS4 版をやると、ロード時間が早いし、フレームレート、これも結構いい状態で遊べると。 ということですねで PS5 版が出てもちゃんと引き継ぐことができてアップグレートも無料でできるということでちゃんと,と撮っておきましょうそして11月にマーベル・アベンジャーズ・オーテーブルっていうのが配信されて、まあ、今後のこのアベンジャーズのさらなる詳しいそのなんだ新キャラの発表とかも11月に予定されているともしかしたら11月の初頭かもしれないのですごい楽しみですね もしかしたらここで PS5 もいつ、いつぐらいに出るかとかも教えてくれそうですね。まあ、その PS5 と一緒にスパイダーマン来たら最高ですけどね。で、最後は、たかがゲームでは終わらないとい、まあとてもいいこと書いてありますね。まあ、この世界の情勢の中で、みんなでこのスーパーヒーローを楽しもうってことですね。まあ、よりこのマルチプレイの、 オメガレベルの機器が導入されてみんなでねこのアベンジャーズが楽しめるようになっていけばとてもいいんじゃないかなと思うので本当に開発の方々には頑張っていただきたいですね,ですねまあ今後の本当に期待値は本当に高いゲームなんでとても楽しみですねということで今回は、まあ、アップデの最新の状況ですね発表されていたのでちょっとそのお話でした よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。